ジェレミー・アボット、ジェレミー・アボット、1985年6月5日イは、アメリカの元フィギュアスケート選手、男子シングル。2014年ソチオリンピック団体戦銅メダリスト。2010年バンクーバーオリンピックアメリカ代表。全米選手権優勝4回。2008年グランプリファイナル優勝。1985年6月5日。 コロラド州アスペンで生まれる。全米選手権、ジュニアクラスで優勝した後で基金を設立し、自身がスケートを始めた、アスペンスケーティングクラブの子供たちを支援している。翌2006年には同様の基金をもう一つ、設立している。姉のブエンは、アルペンスキー、格好の元選手。2015年1月、ジップ・ダニエル・アボットを、パーキンソン病で亡くした。 父の闘病中から始めたパーキンソン病の治療法発見、患者支援活動には現在も積極的に参加している。2歳でスケートを始める。4歳の時、アイスショーで見たロビンカズンズの演技に刺激を受け、フィギュアスケートを始めた。ノービスまではシングルと並行してアイスダンスやペアにも取り組んでおり、1998から1999シーズンには、 ブリタニー・バイスと共にペア競技に出場していた。1999年に練習拠点をコロラドスプリングスのワールドアリーナに移し、2008から2009シーズンまでブロードムーアスケーティングクラブでトム・ザカライセックに支持していた。現在はデトロイトスケーティングクラブにて佐藤ゆ香に支持している。2001から2002シーズンに全米選手権。 ノービスクラス初出場を果たし、シングルに専念することを決めた。2003年には腰椎を骨折して、約4ヶ月間リンクに立てなくなったこともあったが、2005年、全米選手権、ジュニアクラスで優勝を果たした。シニア初年度の2005から2006シーズンは、中西部予選で5位にとどまり、全米選手権に進むことすらできずに終わった。2006から2007シーズン、 フィンランディアハイで優勝。全米選手権でも4位に入賞し、翌2008年大会のシード権を獲得した。そしてジョニー・ウィアーの事態により、4大陸選手権にも出場。ホームリンクで開催された、この大会で、銅メダルを獲得した。2007から2008シーズンからは、ISU グランプリシリーズに参戦。全米選手権では2年連続の4位となった。 直前に怪我で欠場することになったエヴァン・ライサチェクに代わって世界選手権に出場した。2008から2009シーズン中国杯をアメリカ男子シングル史上最高得点で制した。初進出の GP ファイナルではショートプログラムフリースケーティングでそれぞれパーソナルベストを更新し、アメリカ男子シングル選手初の GP ファイナルチャンピオンとなった。 全米選手権でも初優勝。2009から2010年シーズン、全米選手権では、世界王者のエヴァン・ライサチェックを抑えに連覇を達成。バンクーバーオリンピックと、世界選手権の代表の座を射止めた。バンクーバーオリンピックは9位、世界選手権は5位入賞を果たした。2010から2011年シーズン、靴の問題などを抱え部長のために、全米選手権も4位に終わり、 世界選手権の代表の座を逃すこととなった。四大陸選手権では3位となった。2011から2012年シーズン、グランプリシリーズは中国杯で優勝。続くロステレコム杯ではフリーの演技中に手を負傷するアクシデントに見舞われながらも3位に入り、グランプリファイナルへの出場を決めた。ファイナルでは合計点で自身のパーソナルベストを更新したが、 ハイレベルな争いの中5位に終わった。全米選手権では2位以下を大きく引き離す、高得点でチャンピオンに返り咲いた。2012から2013年シーズン、全米選手権では SP で1位に立つものの、FS ではミスが相次ぎ3位。6シーズンぶりに ISU チャンピオンシップスの派遣はなかった。2013から2014年シーズン、NHK 杯では、 SP のないから FS3 位と逆転し、銅メダルを獲得。全米選手権では SP で、ノーミスの演技を披露し1位。FS では2位だったもののリードを守りきり4度目の優勝を飾った。ソチオリンピックの団体戦では、銅メダルを獲得。個人戦の SP では4回転、トゥループで転倒し、そのまま数秒間動けなかったが演技に復帰し14位。FS は、 出場選手の中で唯一、声で、マイナスの評価を受けることなく、滑り、パーソナルベストを更新し、総合では12位だった。現役最後の試合として臨んだ。世界選手権は SP で4回転、トゥループを点灯し8となるも、FS では、パーソナルベストを更新し5位となった。しかしその後のインタビューで、競技生活を終えるかについては迷っているとの発言があった。 2014から2015年シーズン、引退はせずにグランプリシリーズに出場。2大会ともに5位だった。全米選手権では SP3 位だったが、FS で2度のジャンプの点灯があり、総合5位に順位を落とし、全米選手権で初めてメダルを逃した。2015から2016年シーズンは、6月までに2種類の4回転を降りられるようになれば、 現役を続けると語った。5月にスケート靴のブレードが壊れて、習得には至らなかったが、現役続行の意思を表明。国内選手権に照準を合わせるために、グランプリシリーズは欠場すると発表した。しかしその後方針転換し、全米選手権にも出場しないことを発表。このシーズンの試合出場は10月のジャパンオープン、1月のメダルウィナーズオープンのみとなった。 2017年6月22日引退を発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。